こんにちは、イワシテングです。背景に見えますでしょうか、こちらバル君コバエ取りなんですけど、1週間ほど前に設置して、部屋の中にたまに見かけたコバエいたので、これを取ろうじゃないかというふうに思いまして、で記録を取ってたんですけど、なんとチェックしたところ、見ます？一匹もおりましん。いや、まあいいことなんですけどね。まあそもそも考えてみたら、コバエそんなに頻繁に見かけてなかったなと、そもそもがいなかったなというところにたどり着きまして、まあせっかく買ったのに、なんだかなという結果になってしまいました。ただこれから夏を迎えるにあたって、虫対策っていうのはしていかなきゃいけないと僕は思っているので、別のバル君今回用意させていただきました。いや、もうびっくりしてますよ。この虫対策のコーナーっていろんな100円ショップさんにあるんですけど、ずらーっと並んでるのがもうバル君ばっかりなんですよね。だからこの業界でバル君はかなりのドン的なポジションにいるんだなっていうことが分かりました。で、前回設置したのがこちらのハエ取りバル君なんですけど、こちらまだ残り2枚あるので、また別の箇所に設置しようかなと思います。そして新たに買ったバル君がこちら、じゃじゃん、バル君害虫用ベイト剤、そしてバル君虫来ないでネット、この2つも家のどこかにセッティングして様子を見たいなと思います。これを開けて、でここに面ファスナーっていうのを貼るんですね。で網戸から挟むというやつですかね。はい、バル君の網戸に貼るタイプのものなんですけど、こう網戸をマジックテープで外側と中側を合わすらしいんですよね。一人ではできないですね。どうやら誰か協力者を呼ばないと、両方から押さないといけないんで、一人じゃできへんで、これ。どうする？網戸がね、その、シャーッとできるタイプの網戸だったら、こう一人でね、こう挟んでいけるかもしれないですけど、開ける閉めるがない、もう設置されてる網戸だったんで、僕がつけようと思ってたのは、ちょっとまた後ほど、考えてつけたいと思います。こっちのちっちゃいやつは角に置いたりしました。ということでバル君企画。いや、何その企画。引き続き経過報告していきたいと思います。皆さんで夏の虫対策頑張りましょう。